はい、俺ちょっとね、今回の動画マジで気合入ってる。なぜなら、これから絶対来るであろう、スーパースターになる可能性の秘めてる子です。やばくない？森下亮太。ん？亮也か、うん。俺さ、この選手最近は全然知らなかったんやけど、なんかたまたまネットの動画で見て、もう結構いい選手じゃねと思って。で、なんかキャラクターもすっげえ明るいのよ。まあ、明るいっていうかね、どっちかって言ったら長友タイプ。なんか陽キャというか。うん、だから長友2世になれると思うんですよ。完全に。で、ポジションもサイドバックだし。で、サイズも見て。長友よりちょっと大きいぐらい。170センチぐらいでしょ。うん、小柄なんですけど。で、両サイドできるし。いや、完全長友2世でしょって思いながら。まあ、ただね。まあ、国内でプレイしてる限りはね。なかなか代表でプレイするって難しいと思うんですけど。それこそこの夏にね、もう移籍しないと。うん、もう年齢的に若くないんでね。うん、代表に選ばれないかなと思うんですけど。ただポテンシャルとか、トータルの意味で言うとね、やっぱ日本代表に入ってきて、なんかこう輝いてほしいよね。うん、それだけのなんかポテンシャルもあるし、キャラクターもあるし、長友とよく似てるのはね、小柄なんですけど、体幹が強いんですよね。だからなんか結構、バーンぶつかっても結構意外とね、フィジカルでいけるっていう。そう、だからね、ちょっとね、マジでね、この選手、来てもらいたいね、これから。ちょっと来るんじゃない？逆に。うん、まあ、俺が来るって言ったら来るし、そう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 。俺って絶対当たるから、ねえ、エスパルスが降格するっていうか、あ、降格じゃない、昇格できひんって言ったら昇格できひんから。そう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 。俺何でも当たっちゃうから、だからそういう点ではね、森下君もね、まあ、代表に入りたいと思ってると思うんですけど、まあ、そのためにまず海外に行かないと。うん、それもある程度のリーグね。もういきなりベルギーとかダメよ。もうドイツ、ブンデスリーガーあたりから。そう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 。ブンデスリーガーいけると思うけどね。まあ、サイドバックですけど、左より右の方がいいかな。俺の感じ的に言うとね。そう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 。いや、でもマジでね、今後楽しみ。絶対来ると思うから。逆にこいつを活かせへんかったら、もう森保本当にマジで。そうね、心配な森保なんやな。あいつな、選手を殺すからな、個性を。うん、まあでも森保4年持たへんと思ってるけどね。うん、